今旗西森1952年3月16日は、高知県出身の自由民権運動家、自由党員、実業家、作家。1870年11月19日、竹村99の次男として、高知県旗郡中村町に生まれる。後今旗西森の養子となり、その名は襲う。1890年、自由党に入党して、林雄三。 片岡健吉らに連れられ上京。大義士、三崎亀之助の所生となる。1893年、中央大学を卒業。竹内工業株式会社に入社して、北海道夕張炭鉱の取締役支配人となる。1915年3月、竹内明太郎が立憲声優会の推薦を受けて、衆議院議員選挙に立候補すると、故郷高知県に戻って、 選挙活動に奔走した。後、岩木炭鉱の常務取締役などを歴任。今旗西森の尽力により建てられた、京都演山公園、坂本龍馬と中岡慎太郎の銅像1925年10月、急音ある板垣大輔の後継者、板垣森正による、議局、自由党異変に対し、その内容が、板垣大輔の自責や自由党を冒涜し、 かつ史実ともかけ離れたものであったため憂慮し、旧自由党の地規、西内正樹や板垣家,家族らと共に、板垣森正説得と上演の取りやめの活動に、奔走した。翌1926年6月12日板垣家の家督を、板垣森正から、弟、板垣忠志願に譲らせた。この頃より、板垣大輔の詳細な伝記を編纂して後世に、 のこさんことを志して、中野虎次郎、谷泉、西内正樹、坂本城浦と相談し、大輔の書生であった歌葬名を激励し、月々の生活費を援助して、執筆に当たらせた。1926年10月1日に誕生した、板垣森正の男児、板垣忠を養育。1930年1月26日、今旗西森が、売借人となって、 尾崎拓たくなんの兄、尾崎明との養子縁組をなす。翌1931年、尾崎きあきが体調を崩し、尾崎家が東京芝区三田の屋敷から那覇りへ帰郷した際も、生を預かり養育した。1927年、坂本中岡良先生銅像建設会を立ち上げて、銅像建設資金を得るため、自ら春欠坂本先生伝を執筆した。その後、 坂本龍馬、中岡慎太郎龍先生銅像建設会理事として、本創市1934年1月、竣工された。現在京都演山公園に立つ坂本龍馬、中岡慎太郎の銅像は今旗西森の人力によるものである。ありがとうございます。